はい、本日はですね、こちらレトロ X のベストをご紹介していきたいなと思います。ということでね、こちらレトロ X というもう名作中の名作のね、ジャケットのベストバージョン、こちら今回はご紹介します。っていうのもですね、去年購入したのがあの思い出深いですよね、パープルのレトロ X、 これはもう長袖バージョンですわ。これを購入してですね、あのバイキンマンやとかね、なんやこれ紫がなんかうさんくさいとかいろいろ言われたんですけども、今回はね、残念ながら紫出てなかったんですよ。だから紫ちょっとなかったやんっていうことで、今回はクマちゃんタイプのね、このベストを購入したんですけども、もう早速ね、今日の流れをお伝えしていきたいなと思うんですが、まずはね、こうアップ映像バーッと見ていってもらって、前身頃も後ろもね見てもらうということで、その次に特徴ですよね、こういった特徴がありますよねなんていう話したりとか、あとレトロ X のその長袖バージョンとの比較も若干しながらお話ししていって、その次にまあデメリット、おすすめの人、サイズ感というところでいきたいんですが、今回はねレトロ X のベスト、特にサイズ感が一番注意しやなかんところかもしれません。なのでね、そんな感じでいこうかなと思います。まずはじゃあアップ映像いきましょうか。はい、こちらね、今回クマさんタイプの、ブラウンのね色味になっております。ここがね、このカメラいつもオレンジがあんまうまいこと出えんねやけども、ちょっとくすんだオレンジですわ。こう今画面で見てもらってるような赤っぽさじゃなくて、ちょっとくすんだオレンジなんですけどね、このカメラあんまりその赤の色味がキャノン出にくいんですよね。だからお許しください。赤ってかオレンジが出にくいんかな、キャノンあるあるなんですけど。ということでね、まあフリース見ていきましょう。まあフリースはいつも通りですわ。ちょっと去年のタイプと比べてみましょうか。ほら、去年のやつはね、ちょっと僕も洗濯とかしてもうてるからちょっとダマになってるけども、まあ今年のタイプもね、洗濯とかしていたら同じような感じになると思いますわ。特に違いっていう違いはないですね。はい、まあこんな感じになっておりまして、で胸ポケットのところに、ポケットがあるでしょ。まあこれも一緒。そして脇のところにポケットがあると。でこのポケットは、あ、この手の甲の部分は普通に裏生地と一緒やねんけども、手のひらの部分はちょっとメッシュになってんねんな、これがね。はいはいはい、なるほどなるほど。これいつも気をつけてください言ってるやつですね。メッシュやから小物の鍵入れたらあかんのよと、引っかかるよ言うてね言ってますけども、これ同じでさ、この手のひらの方がメッシュになってまして、手の甲の方はね普通に裏生地と同じような、ちょっとボケたな、裏口と同じような感じになっております。ちょっとボケてますね。はい、 OKOK。 でざっと開けていくとですね、はい、ゾーンとこんな感じで、このね後ろのこのメッシュの生地とフリースの間にね、防風のね生地が挟んであるんですけども、まあ、それによってこれはフリースなんですけども防風というね、普通でフリース言うたらスースー風抜けていて寒いんやけども、これに関してはちゃんと防風なんですよと。あら、すごいじゃないのレトロ X というのは去年もお話ししたんですけども、そんな感じですね。これなんもしやろな、値段が書いてない。確かね2万円ちょっとぐらいやったと思います。だからジャケットの長袖バージョンは3万円ぐらいしたんで、だいたい1万円とか8000円とかぐらい値段がね、8000、9000、1万円ぐらい違うと思うんですが、まあこれが開けたところこれですね。次裏側は、まあ、特に何ってないかな、特に何もないですわ。ほんまに後ろから見てたらクマさんみたいになってますけどね。こんな可愛らしいフリースということが外観になっております。はい、ということでね、見てもらったんですけど、今からはねこのフリースの最大の特徴、ベストである最大の特徴を言って、その後にもう一個ね、僕がちょっと気にしてるね懸念点が一個あるんですよ。だからその3つをバンバンバンって順番にいきますけど、まずはこの、ベストである大きなね利点っていうのは、まあ例えばこう着るじゃないですか。ちょっと今半袖にやってるから変かもしれんけどね、まあそこはちょっと許してくださいよ。まあ例えばこんな感じで着ますよね。なんか狩人スタイルみたいになってるけど、まあこう着てるじゃないですか。でほんまやったら長袖ですよ。長袖でこうやって着てますと。でこういったフリースってベストタイプやからっていうのもあるんですけど、この上にもねレイヤードで重ねちゃうんですよね。例えばこういったねマウンテンパーカーとか上から着るじゃないですか。そしたらねこうインナーとしてもね着れちゃうんですよ。なんでっていうと、この袖の部分がないから動きやすいんですね。上から着たりしてもいいんやけども、この長袖タイプやともう上から着れないんですよ。そう、こんだけ腕ねゴツかったらね、そもそも重ね着もできひんし、これ重ね着するように作られてないしね。結構着方がね限定的に長袖はなっちゃうんですけど、こういったノースリーブの場合はこうやってレイヤーでこう重ねちゃうのもできるし、今時期やったらね、あの長袖にこういう感じでパーンって上から羽織っちゃうだけでもいけるというのが、多分このフリースの最大の特徴は何って言ったらここなんですよね。ほんでそれでもってこの長袖との違いっていうのもそこになってくると思うんですけど、まあ、これがねベストの一番の特徴かなと思います。だから見た目はパッと似てるんですよ。あれレトロ X の、あ、ベスト版と長袖版ねみたいな。だからよく歌とかでもありますよね、普通バージョンとアコースティックバージョンってあるじゃないですか。普通バージョンとアコースティックバージョンってあって曲一緒やからそんな変わらへんと思うじゃないですか。でパッと聞くじゃないですか、全然ちゃうやないかいと、めちゃくちゃアコースティックバージョンええやないかと、ちょっとピアノのしんみりした感じで聞き惚れてね、コーヒーなんか飲んでカーッて
ていいじゃないですかってなると思うんですけど、まあそれと一緒でね、このジャケットもね、ベースはこっちですよ。この長袖がベースやねんけど、ベストに袖を直近しちゃうことによって、あ、そういった着方もできますよねなんていうのがこのベストの特徴。ほんでその次にこのジャケットとの一番の違いっていうのは、ね、何かなと思ったら、素材とか一緒なんですよ。表の素材も一緒、さっき見ましたね、裏の素材も一緒、ポケットも一緒。まあこれはね、レトロジャケット持ってはる方はね、レトロジャケット、レトロ X のジャケット持ってはる方はね、あの普段と同じサイズで買おうかなと思ったりして、ちょっとあの丈っていうか、あの身幅がねキュッとしてますよっていうのをね考慮した上でね購入しあってもいいやろうし、いやそもそもレトロ X のジャケット持ってないんやけどベスト欲しかったっていう方はね、まあ普段ユニクロのサイズのもう一個下ぐらいかなって感じですよね。ポケットユニクロ L か XL やねんけども、まあ M ぐらいでね今ちょうどいいんですけど、だから M サイズ普段ユニクロで着てるって言ったら S かなぐらいになってくるし、普段ユニクロで XL 着てんねんって言ったら、まあこっちだったら L かなぐらいになってくるね。ワンサイズ下げるぐらいがねやっぱ海外モデルなんでちょうどええとは思います。だからそれでちょっとサイズ感も言っちゃったな、まあええか言っちゃったんですけど、そんな感じで、ね、その次にね気になるのがね、もうデメリットやから、もうデメリットとして一緒に言います。あの何かっていうとね、まあ僕気になるところなんですけど、これね暴風のね生地使われてるって言ったんですか、だから寒い時とかキャンプしてる時とかにこう風がキューって来たりしたら寒いんやけど、これ着てることで全然寒くないんやでって言いたいところなんですけど、おいおいおい、この脇の下っかガラ空きやないかと、めちゃくちゃ風通すやないかいっていう感じになってるじゃないですか。ほんならね、この前身頃っていうか、その胴体の防風いるのと、これいりませんよねっていう話になってくるし、そもそもこれレイヤーで上から重ね着したらね、ここの中の防風の意味ありますかということになってきたら、それはしっかりね、このレトロ X のジャケットみたいにもうどっからどう見ても風が入ってこないような設計やったらええねんやけども、これ半袖やったらこの脇のとこからねちょっとお隙間の方から風入ってくるんちゃうんかなと思ったら、暴風である意味あるんかなっていうのがねものすごい疑問なんですよね。でこれおそらく暴風生地を入れへんかったらですね、ぐんと値段も下がるはずなんですよ。それこそ1万円台とかに、ね、ぐっと収まってくると思うんですけど、これ暴風の生地いんのとかって思ったりするんですけども、まあそれはね僕が勝手に思ってることやからね、皆さんはねレトロ X のベストでよかったなと思う方もいっぱいいらっしゃるからね、僕が勝手なこと言うとあかんねんやけども、僕個人的にはこれベストの暴風いんのかなと思ったりはするんやけどもね、普通のベストバージョンでええんちゃうかなと思ったりはするんですけど、まあそれはお口チャックですよねなんていうのがデメリットかなと僕は思っております。だから普通のベストのフリース買うにはちょっと高い、他のフリース多分パタゴニアから出てると思うんですけど、そっちのフリースにした方が多分そっちの方が値段も安いしクオリティも高いってやつがあったりすると思うんですよね。だからそっちの方がまあいいんかなと思ったりするんですけど、まあ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 、ここはねレトロ X がいいっていう方もいらっしゃるから、まず、あ、一つデメリットとしてはその辺かなと思います。だから無駄な機能がついてるというかね、本領発揮しない機能がついてるというか、ちょっとまあそんな感じになってて、次おすすめの人とは言いながらどんな人がおすすめなのというと、やっぱりこういうのって袖ないのってね男の人好きな人めっちゃ多いんですよ。なんでそんなことなってんのというと、結構ね男性でね車運転される方とかってね冬のダウン嫌う方めっちゃ多いんですよね。でそれこそ僕もまあまあ気持ちはわからねえもんね、僕も運転するからね袖があったらね、まあ、邪魔臭いっていうのもそうやし、まあ基本我が家っていうのはね、まあどこの家もそうかもしれんけども、あの奥さんは運転しないんですよ。だいたい助手席で寝てるか足上げてる、ダッシュボードの上に足上げてるかどっちかなんですけど、まあそうなってくると男性がね運転するっていうのがまあベースになってくると思うので、こういったベストタイプとかってハンドル回しやすいし、まあ、ドライビングテクをね見せやすいところやったりするかなと思いますし、あとそれ以外にあったらレイヤーね、あの重ね着できるような人、こう考えてこう重ね着していけるような人にはね向いてるんかなと思います。だからね、まあさっき見てもらった感じで全然レイヤーでね暴風のジャケットバッて上から羽織ってもらっていいんですけど、たまにね無駄な重ね着してるっていうのがよくあるんですけど、これ何かって言ったらね、こういったフリースの上にねもう一個フリース重ねるっていう全然意味のない重ね着する場合の方もいらっしゃるんですけど、まあ、あれはねほんまに無駄とまでは言わんけども、ものすごい限りなく意味のないことをしてるというか、めちゃくちゃ風通るジャケットの上にめちゃくちゃ風通るジャケット着てるだけやからね、服の機能として見れたらめちゃくちゃ低いものを掛け合わせてるから、まあ、分かりやすく言ったらね、あの戦争とかにねチョップだけで行ってるような感じ、あのみんなロケットランチャーとか銃持ってるのにチョップだけで行ってるような感じ、それちょっとやめといた方がええんちゃいますかと、チョップで行くとちょっとやられますせみたいな感じなんですけど、フリースにフリース重ねたら冬寒いんよと、全く意味ないよと、せめてこう風を遮るもん絶対入れなあかんでってことなんで、まあそれはねもちろんレイヤーされる方は分かってると思うんですけど、まあそういうのを普段される方おすすめかなと思います。はい、ということでね、最後はサイズ感というか着用してる様子見てもらいたいなと思うんですけど、僕がね M サイズを着用してます。まずは、ベストの方、今回購入したベストの方を見てもらってるんですけども、結構ねスタイリッシュな感じ、そんなにこう着膨れしてるような感じもないんですけども、対してねジャケットの方にするとやっぱりちょっとダボっとしたような感じで、同じ M サイズやのに確かに見え方
とだいぶ違うなと、まあもちろん色が違うから違うと言われたらそうやねんけども、だから皆さん気をつけてくださいよなんて言ってるのがこちらのレトロ X のベストということになってたんですね。はい、ということで、まあこの辺はねもう大人気の昔から出てるアイテムやからね、まあ僕ちんもねこの動画を1個作っておくことによってずっと見ていただけるであろうということでね、こちら今回ジャケットとベストの方両方レビューさせていただいたということになっております。まあこのジャケットに関してはね去年結構着とったんですよ。めちゃくちゃ着てて、やっぱり暴風っていうところでフリースとマウンテンパーカーが一緒になってるようなもんやからね、もうこの一着だけ着てめっちゃ楽やんと思ってめっちゃ着たんですけど、ちょっとベストどうかなと思って、ね、まあキャンプするから一回キャンプで着ていこうかなとは思ってるんですけど、まあ、もしかしたらねめっちゃええじゃないですかって言ってるかもしれんし、いやーどうなんですかねって言ってるかもしれないんですけど、まあその辺も楽しみにしておいてくださいということでね、また買ってよかったものでランクインしてくるかもしれませんということで、本日はですねパタゴニアのレトロ X のベストを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。